今回は包丁の修理を頼まれました。補修材やコツなどを紹介しながら修理していきますので、ぜひ参考にしてください。この包丁は60年ほど前に購入されたそうです。刃が薄くなり、かなり汚れています。そして錆びています。錆が柄を押し広げています。ではこれから補修方法をご紹介します。錆取り、刃修正、研ぎ、柄交換、この順番でご説明していきます。まずは錆や汚れを落とします。食器用スポンジでざっと汚れを落とします。柄の中の錆を取るため柄を分解します。ハンズマンで購入した電子のこぎりを使用しました。刃がとても薄く精密に切れて断面も綺麗です。分解できました。分解できましたが、かなり錆びています。マイナスドライバーで錆を落とします。次に金ヤスリで錆を落とします。さらに錆取り剤を使い錆を落とします。錆取り完了。とりあえず強度は大丈夫のようです。磨いた部分に錆止めとしてウレタンニスを塗ります。このマシンペイント社のものは抗菌性で食品衛生法にも適合しています。薄めるためのカップもついています。ウレタンニスは小さなハケで塗ります。これくらいの大きさのハケで十分です。錆を落とした部分を2から3回塗り錆止めします。包丁は長年研がれて小さくなり、全体的に変形していました。特に先端部がつるくびと言われる歪な形状になっていました。200番以下の荒砥石で削り修正します。刃が切れなくなってしまいますが問題ありません。つるくびがなくなるまで削ります。躊躇なく思いっきり削って結構です。この砥石は釜用砥石です。変形がひどい場合はこのように削っても構いません。なかなか変形取れない場合は80番の荒砥石で削っても構いません。全体的に刃を修正します。つる首も消え、修正完了です。薄い両刃研ぎは難易度が高く、特にこの包丁は薄くて難しかったです。両刃包丁の研ぎ方は別動画に上げていますので、そちらをご覧ください。概要欄にもリンクを貼っています。次に磨き作業に入ります。研磨剤ピカールで磨きます。柄を作ります。まずは大体の大きさにカットします。材料はハンズマーの端材コーナーにありました。家具や机などの切れ端みたいです。端材をカットしたら幅方向を半分に分割します。2分割します。分割したら取っ手の部分をくり抜きます。彫刻刀でくり抜きます。
ぴったりと収まりました。刃をセットできました。ナイフで形を整えていきます。好みの形に仕上げていきます。ナイフで削るのは重労働で指にマメもできてしまいました。完成ですが、なんかやぼったい。色も形状もなんか変です。刃に対して絵が角張って大きく見えます。色もなんか合ってないように思います。もっと明るいものにした方がいいかも。やり直すことにしました。明るい色のヨーロピアンウォークを使うことにしました。ウイスキー樽に使われている木材です。今回は糸のこでカットすることにしました。そしてナイフではなく木工ヤスリを使いました。結果的にこの組み合わせが正解でした。意外だったのは木工ヤスリだけでかなり綺麗になりました。ヤスリは YSK11 という製品でネットで1000円前後でした。特に何も考えず買った木工ヤスリですが、とても使いやすかったです。ヤスリはこのようにかけてはダメです。木目と同じ方向にかけてください。はじめはヤスリの粗めで削ります。木目に沿って横方向に削ります。ヤスリを裏返して中目の面で削ります。凹凸が消えました。ここからはサンドペーパーで磨きます。粗めから徐々に番手を上げていきます。少し磨いただけでかなり表面がきれいになりました。表面の凹凸は消え、ツルツルになりました。磨き作業終了、ウレタンニスを塗ります。錆防止に使ったものと同じ水性ウレタンニスです。原液は水性ですが、乾くと防水性になります。水性なので嫌な匂いもありません。機器を薄めたい場合は水道水を使います。この動画では原液のまま使いました。ハケで吐くように塗ります。べったり塗らず薄めに重ね塗りします。表面がブツブツになっていますが、これは水分に触れると繊維が起き上がるためにできるものです。3回重ね塗りします。完全に乾いてから塗り重ねてください。木目の溝や突起にウレタンニスが浸透したので削って平滑にします。下地処理終了、本塗り作業に入ります。塗る、乾燥、サンドペーパーで磨くを5回繰り返します。コツは完全に乾いてから次を塗ることです。そうすると強くて美しい被膜ができます。最後に包丁用リベットを打ち込んで柄と刃を固定します。このようにセットしてトンカチで叩いて固定します。左が打ち込む前、右が打ち込んだ後です。3分の2くらい短くなっています。リベットを打ち込んで隙間にウレタンニスを流し込み防水すれば完成です。ところでこの包丁は依頼者のお母さんの形見だそうです。亡くなったお母さんが
竣工の時に購入した包丁で、切れなくなるとお父さんが研いでいたそうです。包丁から取り外した古い絵です。断面は結構綺麗です。分解した絵は黒檀で傷んでない部分がありました。捨てるのは忍びないので、キーホルダーを作って依頼者へお渡しすることにしました。